今日、3月の22日です。北日本はまだ大雪というのに、関西、まだ朝冷え込んでも昼間はポカポカ陽気です。大阪の桜開花も昨日だったそうです。この小さな自然、ビオトープも間もなく桜が咲くでしょう。今年からエコリレーの桜ウォーチングがなくなりましたが、開花の知らせというのは春の便り、嬉しいものです。どうもレンゲ、すっかり緑になりましたね。あちこちで種付け花、大陰の風鈴、それから、姫踊り子孫、そして仏の座が咲き始めています。下の池、浅田の丸い葉っぱが見え始めました。